はい、まこねです。今日も元気に M キャスやっていきます。今ね、ちょうど WBC の決勝戦を今やってるところです。で、私の部屋にはね、テレビがないので、タブレットでね、ちょっと中継見ながら、こそっと見ながらやってるんですが、私はね、あまり実は野球って見たことないんです。うん。まあね、小さい頃は近所の友達と野球やったりとかしてたけど、あんまりね、なんだろうな、私が行ってた小学校とか、結構ね、広範囲に広がってる学区で、学区ごとに自分たちを作って、まあクラスごとだったりしてね、クラスごとの対抗野球みたいのが、なんか友達、仲間同士っていうか、クラスごとでそういうチームを勝手に作ってやってたんだよね。うん。だから、まあ、私ね、やっぱ、体が大きかったから、やっぱ、フルスイングすると結構いい音が鳴ったの。だからね、呼ばれて、振らなくてもいいからとは言わずに、とりあえず振って当たればラッキーみたいな感じ良いんで、結構呼ばれて野球に行ったりもしてた。うん、してた。でも、私自体は、あんまり野球って、キャッチボールぐらいはするよ。キャッチボールぐらいはしたし、キャッチボールなんだったら好きだったけど、バットを振るって言って、ボールに当てるっていうのがあんまり好きじゃなかった。うん。なんかね、ボールが、手元に飛んでくるのが怖かった。だから、真正面でボールをキャッチするのはそんな怖くないんだけど、野球って横に向いてさ、ボールが来たのを振るじゃない？あれが怖くて、あんまり野球は好きじゃなかったんだよね。そう。あとね、お母さんがね、バレーボールをやってたから、うん、自然と普通にお母さんと一緒に、バレーボール、したりとかしてて、普通に中学校に行ったら、お母さんの影響でバレー部に入ったな。うん。まあ、バレーボールが盛んな地域だったんでね。まあ、スポーツが盛んな地域だったんだ。そう。まあ、でもバレー部行ってからは、まあね、レギュラーになれるわけでもなく、うん。細々と、地味に3年間過ごしたって感じの子でした。うん。でですね、そう、今日は私のスポーツの話ではなく、男性と女性でスポーツに関する感覚って、まあ、随分違うと思いません？そう、私ね、野球の中継とかサッカーの中継とか見てて、なんて言うんだろう、日本人の場合、まあ、観戦に行ってもそうだけど、まあ、女性の割合が結構多い。ということでね、海外でスポーツ見たことがあるわけじゃないんだけど、まあ中継とか見てると、なんか、海外よりも日本の場合は、日本のプロスポーツの場合は、女性の観客者数が結構多い気がしています。そう。まあ、それで、WBC も、私はね、あんまり盛り上がってなかったの、正直。昨日あたり、もう準決勝なの？みたいな感じで、今日決勝？みたいな感じなのよ。だからまあ今日帰ってきて、つけてみたら、まあネットつけてみたら、まだ4回だったし、じゃあまあちょっと、見ようかな？みたいな感じで、まあね、WBC が始まるというか、毎回ね、終わった頃に、ああ、そうだったんだ、やってたんだ、みたいな、結果どうだったの？うん、そうなんだ、みたいな感じの程度のものだったの、WBC。1回目と2回目の優勝した時は、DVD まで買って、なんか何度も DVD 見たぐらいハマったんだけど、なんかね、あんまりさ、テレビも見ることないから、積極的に野球の情報に触れることがないわけよ。だから選手もわかんないし、まあ、ダルビッシュとかね、なんだっけ、両党な人、私が両党言うとなんかちょっといやらしい感じもするけど、そう、大平くん？いや、違うな。まあ、いるじゃない？そう、有名な人の名前ぐらいは聞けば、ああ、大谷だ。大谷選手みたいな有名な方のね、よく聞く名前を聞けば、ああ、
ってわかるけども、でも WBC に出てる、多分さ、日本でもね、有名な選手ばっかりだと思うんだけど、実はあんまりよくわからない。うん、選手も。そう。ただ野球のルールぐらいはわかる。大体わかる。細かいルールはよくわからないけど。うん。まあそんな感じで、あんまり興味も正直なかったし、私の働いてる職場でも、まあ、ワールドカップの、サッカーのワールドカップの時もそうだったけど、まあ、特に盛り上がってるって感じてなくって、そう、ワールドカップね、私、サッカーは見るの好きだから、ワールドカップの時は、本当ね、アメバでやってたおかげで、もう本当、これまでこんなにワールドカップの試合を見たことないってぐらい見たよ。いっぱい見た。うん。日本以外の試合もいっぱい見た。だからワールドカップって本当に面白いんだなって本当まだまだと思ったんだけど、でもまあワールドカップの時も周りの人とかはあんまり盛り上がってる感じもなかったし、まあ私の周りでもう WBC だって言って、おお、今日決勝戦だねみたいな人は、まあ誰もいない。そう。だからまあもしかしたら、テレビを見ている、いらっしゃるような、テレビと一緒に生活してられるような方は盛り上がってるかもしれないけど、まあ私が見てるチャンネルの範囲だと、まああんまり流れてこないよね。サッカーの話題は結構流れてくるんだけど、まあ、WBC の場合はあんま流れてこなかった。うん。それでもね、決勝戦となれば、やっぱりね、私一人主張してるだけで、もしかしたら結果が違うかもしれない。もちろん優勝を期待してるし、そう、優勝も何よりそうだけど、やっぱさ、なんか、日本代表って、なんだろうね、サッカーもそうだけど、野球もさ、どの日本代表もそうだけど、やっぱ試合が進んで、上の方に行けば行くほど、なんかみんなまとまってさ、なんかいいチームになっていくじゃん。それをね、見てるのが、その過程を見てるのがすごく幸せなんだよね。なんか一緒にその中に入ってるような感じがして。うん。だから今日も WBC ちょっと聞きに来ながら、やってます。でですね、まあ、古今東西男性と女性に関するスポーツの感覚の違いっていうのは、まあ、いろんなところで研究されてるみたいよ。うん。そう。まあね、まあ、みんな感覚的にはわかるかもしんないけど、まあ、男性はね、女性よりも競争心が強くて、まあ、勝つことにね、勝つことを重要視するんだけど、逆に女性は、まあ、どっちかと言ったら、勝つっていう目的のためのスポーツよりも、まあ自分の楽しさとか健康維持を目的としたスポーツを行うっていうのがまあ多いよね。まあ日常的な私たちの普段の生活レベルでだよ。アスリートとかの話じゃないよ。そう。うん。でもね、プロスポーツはじゃあどうかというとさ、まあやっぱ男性選手はね、まあ統計を見ると男性選手はやっぱ自分のプレーを強化したりとかね、個人トレーニングに力を入れる傾向があるんだけど、まあ女性の選手はチームワークとか信頼関係を築くのに力を入れる傾向があるんだって。うん。まあそれはそうだよね。それはそうなんだけどさ、まあ私が独断と偏見ね。またなんか嫌がらせのコメントとかもらうかもしれないけど。そう。なんか昨日ちょっと、何こいつみたいなコメントもらって、まあ、豪快にスルーするんだけどね。私はもう容赦なく豪快にスルーするし、まあそもそもコメントいりませんっていうタイプなので、そう。YouTube のアクセス数が伸びるよりもコメントもらって私が潰れちゃう方が怖いっていう方なので、まあこいつは何みたいな容赦なくスルー、嫌な、もっと嫌になればブロックしちゃうみたいな。そう、多分ブロックって機能あったよね。まあそんな感じなんだけど、うん、私はね、表面的にはね、表面的には、まあ、信頼関係とか、共感とかは男性より女性の方が強いって、まあイメージはあるよ。あるよ。みんな多分そうだと思うんだけど、まあ個人は、結構自分が良ければ別に周りはどうでもいいっていう人の方が言う人が女性には多い気がする。うん。あまりそういうデータ出てこないけど、まあこれまでいろんな女性と付き合ってきて、もちろんね、対外的な薄い付き合い、薄いっていうか薄くはないけど、
薄くはないけど、普通の関わり合いを、友達としてしてる分には、いや、みんなね、本当、チームワークとかさ、まあ、野球、あ、プレー、プレーじゃなくて、野球とかじゃなくて、スポーツでいうチームワークとか信頼関係を築くことを大事にするっていうのが、まあ、女性だろうなって、それはまあ、そうだろうなと思うけど、まあ、一人一人の考え方とか踏み込んで、本当に困った時の選択とか、切羽詰まった時の選択とか、どういうふうに、な傾向を持ってるかっていうのを、勝手に私が思う女性像は、まあ男性なんかより絶対自分のことしか考えてない人が 圧倒的に多い気がしてます この女なんてやつだって思うことは、まあこれまでもいっぱいありましたし、なんだったらうちのお母さんもそういう人な気がして仕方ない だからまあそういうのはまあ人にも言わないし、データとして出てくることもないけど、皆さんどうですか？ 自分が幸せなら他人はどうでもいいって思ってたりしません？心の奥底では。そう、他人の幸せより自分の幸せが最優先って思ってません？そう、男性はね、そうでもないのよ。男性は、言葉では、自分優先で、誰よりも自分が勝ちたいって言うんだけど、でも、心の底の方、底の方では、みんなでさ、ってふうに思ってる方が多い。だからね、男性スポーツは、最終的にチームがまとまるっていうのは、それこそ、ラグビーじゃないけど、オールフォアワン、ワンフォアオール、オールフォアワン、ワンフォアオールだよね。そう。みんなは一人のために、一人はみんなのためにっていうのが、まあ、ラグビー以外でも合言葉になるぐらい、まあ、男性スポーツって、まあ、そういうところがあるよ。だから、まあね、正直、私が見てるのはね、チャット GPT に、検索させて、男女のスポーツに関する感覚の違いを教えてって言った中で出てたデータだから、まあまあまあ、世界中のね、インターネットの情報から導き出してきたと思うんだけど、私個人的には、まあ、本当にそうかな。でもながら、表面的な話かな、なんて思って見てます。まあ、トレーニングに関しても、男性と女性とは違うし、まあ、筋トレ中心のハードトレーニングをしたがる男性が多いのに対して、まあ、柔軟とかバランス感覚を重視したね、ヨガとかね、プラティクスみたいな、エクササイズを好む方が、まあ、女性に多いと。まあ、それは、プロスポーツであっても、私たちね、普段ね、運動してるというか、まあ、健康のために運動してる人たちも、やっぱそうで、まあ、スポーツジムとか行くとさ、私スポーツジムのお風呂の掃除してるから思うんだけど、まあ、どこもさ、マシントレーニングみたいな、ガッチャンガッチャンみたいな、そう、ああいうのはいっぱいあるけど、でも同時に今はさ、ヨガスクールとか、プラティクスのスクールとか、まあ、いろんなね、自分の体を動く、機械を使わないでトレーニングするような、トレーニングルームとか、そういう教室いっぱいあるよね。まあね。ただ、まあ、私の肌感覚的には、ジムに通っている人は、男性の方が多い気がする。そう。まあ、私が、掃除してる、ジムは、まあ、両方とも、なんかどっちかというと、若い人よりは、年齢の上がった方々が多くて、年齢が上がった方々は、まあ、女性より男性の方が、まあ、ジムに通ってるような気がする。まあ、お風呂掃除しててね。お風呂掃除してる感覚としてね。なんか男性の利用率の方が高いのかななんて思って見てる。そう。でね、まあ、見る側としての、男性と女性にもやっぱ感覚が違ってさ、そう、見る側ね、感性する方として。そう。男性と女性でどんなところに違いがあるかっていうとですね、ちょっと待ってね。まあね、観戦するときも、やっぱり男性は、まあ、プレー、チームじゃなくて、もう試合のプレー一つ一つとか、その選手の、クオリティとか、そういうところに注目するに対して、女性は、まあ、その選手一人一人とか、まあ、表情だとか、チームワークだとか、まあ、強さっていうよりも、やっぱチームとしてのまとまりみたいのをものすごく注意して、注意っていうか、そこに集中して観戦するみたいよ。
でね、皆さん、観戦できるとか、スポーツが身近にあるっていう環境は全然違うと思うし、プロスポーツに関しては、私の住んでる新潟県長岡市はさ、プロバスケットチームのバス、あの、アルビレックス新潟の、ホームタウンが近くに、私の本当、歩いて10分ぐらいのところにあるので、バスケを見に行っている人が非常に多い。試合の時はすごくね、女性も男性もいっぱいいる。で、頑張れば、観戦できるような、プロスポーツ。頑張ればっていうのはなんだけど、割合と身近にあるプロスポーツとしては、バレーボール、バスケットボール、野球。野球の女子プロ野球は、なんかあんまり身近にないかもしれないな。でも、女子サッカーは、今は割合と身近になりつつありますね。それでもね、敷居はまだまだ、観戦に行くって言ったら敷居が高いは高いんだけど、この中で、女性の観客が多い順番ってみんなわかります？もう一回言いますよ。バレーボール、バスケットボール、サッカー、野球。そう、女性の観客数が多い順番っていうのは、実は、バレーボール、バスケットボールが1位、2位。で、サッカーが3位。野球が4位。っていうことなんですよ。これね、どうしてかっていうと、これ研究された方がいて、どうしてかというと、バレーボールと女子バレー、女子バレーも、女子バスケも、割合とね、古くからプロスポーツ化というか、身近にあった、女性がプロとしてやるスポーツとして、身近にあった存在だったんですって。私はね、バレーボールやったから、女子のね、日本代表の試合とか、結構見に行きました。でも、近くにもね、長岡市にも、女子のね、プロスポーツチームがあったりしたしね、今はもうなくなっちゃったけど、その中で、確かになと思う。でも、実際にプレーをしてる人口っていうと、女性がプレーしてるこの4大スポーツだと、1位がバスケットボール、2位がサッカー、3位がサッカーじゃなくて野球、4位がバレーボールなんだって。バレーボールは、バスケはさ、いざとなれば一人でもね、ゴールがあれば、ちょっとは楽しめるよ。サッカーもそうね、もうボールがあれば、遊べるよ。野球は、二人いればキャッチボールできるよ。でもね、バレーボールは、なんか、やっぱ、ちょっと人数いないと、格好つかないよね。見る側とやる方では、その人口の、女性のね、取り組み方っていうか、人口の違いが、こんなにあるよって話なんですが、そう、どうだろうね。確かに、世界と比べると、日本人の女性が、スポーツに参加する、姿勢というか、多さっていうのは、ものすごい多いんだって。世界に比べると。そう。だから、どん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 、もうどん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 女性がスポーツに参加していく率も上がってるんですって。でもさ、同時にね、プロスポーツとして、女子選手がね、それだけで食べていけるかって言ったら、またね、そこは苦しいところでありまして。あれだけさ、2000年ぐらいだったっけ？ 2000 何年だったっけ？ちょっと忘れちゃったけど、女子のサッカーが、ワールドカップで優勝した時はあんだけ盛り上がったけど、今年ね、女子サッカー、またワールドカップイヤーよ。そう。何月だったかな？ちょっと忘れちゃったけど。そう。今年の日本代表も、ワールドカップ優勝できるぐらいの強さがあるし、ワールドカップ優勝した時も、よりももっともっと海外でね、スター選手がいっぱい活躍してる。女子のね、サッカーも、男子に負けないぐらい。でも、ほんとさ、メディアに乗らないから、テレビや新聞にも載らないし、インターネット上でも、日本のね、男子の代表の、チャンネルは山ほどあるんだけど、もう戦国時代というぐらい山ほどあるんだけど、女子の日本代表のサッカーの情報ってほんと少ない。もうかわいそうなぐらい。そう。でね、やっぱね、バレーボールやバスケもね、バスケっていうのは、どっちかと男性と女性がプレイ見てる方としても、そんなにね、
まあ別々の楽しみ方ができるっていうかな。でもサッカーはさ、まあフィールドが広いからね、男性と女性とではね、アッパーのスポーツ、スピード感というか迫力は、やっぱ全然男子の方が上なのね。だから、間近で、見ると、やっぱね、なんとなく、女子のね、トップ選手のプレーでも、なんか、高校生というか中学生がプレイしてるみたいな 感じの、ちょっとあと全体的にスローな感じがしてしまうのも事実で、まあね、そこら辺は、どんなにね、時代が進んでも、女性が男性に、より、もう、ガッツガツのスポーツ選手になることがないわけだから、まあね、サッカーの中に新しい面白さを、見つけていかないと、まあ、見る側がね、見つけていかないと、まあ、女子サッカーがそんなに夢中になるかって言ったら、まあ、ちょっとかなーなんて思うけど、でもヨーロッパでも、女子サッカーのね、熱は徐々に徐々に伸びてるから、またね、世界的に、大きくない広がりになっていくかもしれない。だったって、日本のさ、女子サッカーはさ、ワールドカップもそうだけど、オリンピック2大会連続で3位だからね、3位よ。日本代表のさ、サッカーの選手が3位になれたなんて、オリンピックで随分大昔の話よ。そう、一回日本代表がオリンピックで3位になったことあるんだけど、そう、それに比べればよほど女子の選手の方が、数字的には活躍してるんだけどね。まあ、そんなわけでね、女子の取り巻くスポーツの、スポーツの世界も、すごい厳しい。ただね、まあ、J リーグもさ、今の野球選手も、まあまあ、いい年俸もらってるさ。そう。でもね、J リーグは J1、J2、J3 ってあるけど、J2 の選手は、まあまあまあ、それでもまだプロ選手として生きていけるけど、J3 の選手なんてさ、下手しら私と同じぐらいの、ミニマム生活よ。ずいぶん前なんだけど、知り合いにさ、J3 の選手と付き合ってる彼女がいたんだけど、そう、もうね、もう、すべてを貢いであげなきゃあの人は生きていけないっていうぐらいだったみたいよ。と、まあ、それくらい J3 の選手ももう厳しい。となれば、まあ、J3 も厳しければ、やっぱりね、スポンサーからお金を集めてくるのもさ、観客動員数もさ、やっぱ、トップリーグとはまた全然違うわけじゃん、J3 は。そう。同じように女子スポーツもさ、やっぱね、男性以上に、観客数を集められるってことはちょっと今は考えられないし、そう。そうなると、まあ、女子のプロ選手の生活も本当実は厳しいんだろうなって思ってます。多分ね。そう。まあ、その中でも、ほら、J リーグの選手もさ、そうだけど、まあ、ここ数年でね、YouTuber に、もともとプロ野球選手とか、プロボクサーとか、プロ選手のチャンネルってすごい増えたのよ。そして、そういったっていろんなつながりからいろんな選手を連れてきていろんなお話をするから、また面白いのよ。そう。そういった感じでね、やっぱSNS を使って、インフルエンサーとして、自分たちでね、プロ選手、女子プロ選手も一生懸命発信していくっていうのが、まあ重要なんじゃないかなと思ってるんだ、私はね。たださ、これもね、男性と女性で得意不得意があるわけじゃん。そう。まあ、私の友達も、インスタグラムは一生懸命だけども、YouTube は触ったことないっていう人もいっぱいいるし、そう。まあ、お客さんと来てくれる、私たち、てか、その当事者を、に注目してくれる人に向かって、まあ、しっかりね、発信していかないと、女子のスポーツ選手が、もうもちろん増えてるのよ。すごい増えてるんだけど、そのスポーツだけで生活できていくっていうのはちょっと難しいのかなって。まあそもそもスポーツだけで生活していくっていうことが難しいけどね。そう。そういう、まあことよね。まあ日常の中のスポーツっていう意味では、なんだろう。多分、私が思ってる以上に女性の参加とかは、まあ、多いと思う。多いと思う。
そう。だってね、深夜っていうか、朝方で朝が真っ暗だからさ、まあ、結構着込んで、もくもくとさ、走ってるさ、どれくらいの年かな、私より若いと思うんだよな、方もいらっしゃれば、もうね、洋なし体型のお姉さんがさ、そう、あんたはハンプティダンプティの女性版かいみたいな感じの体を揺らしながら、走ってる方もいらっしゃるし、まあ、外から見れば私もそうだと思うんだけど。そう、まあ、ダイエットってことで、まあ、一生懸命歩いてる人もいれば、まあ、走ってる人もいるよ。まあ、それは男性もそうだけどね。まあ、私はね、まだ体重が重たいから、無理して走ると、ほんとさ、もう膝が痛くなっちゃうと思うの。だから、まあ、走ることはしないけど、まあ、みんなさ、ダイエットっていうか、まあ、運動不足ってなると、なんでみんな走るんだろうね。私はさ、不思議で仕方ないの。私ね、走るの大嫌い。そう。持久力が、小さい頃から太ってたから、まあ、持久力がないっていうのもそうなんだ。多分ね、長い時間走れないっていうのもそうだと思うんだけど、なんだろうね。いくら走ってても楽しくならないんだよね。逆に私は、スケートとか、氷の上を滑るスケートとか、インラインスケートとか、スキーとかスノボーとか、滑るスポーツが大好き。そう。まあ、危険は危険だけどね、とにかく滑るスポーツ大好き。スピード感が好きだし、あのスピード感って、まあ自分で出してるスピード感だからね。だから自分の力で止めることもできるわけじゃん。ああいう感覚はすごい好きなんだよね。そう。あとね、昨日のね、ダイエットウォークの中でも話したんだけど、やっぱね、山歩きが好きで、まあ、ね、山ガールのね、お姉さんたちの YouTube もさ、いっぱいあるからさ、結構見たりしてる。羨ましいな、私も行きたいな、なんて思いながら。そんなわけでですね、皆さんの、もちろんね、忙しすぎてスポーツできないっていう方もいっぱいいるし、聞いたお話だとね、寝る前に必ずストレッチするっていう方も結構いらっしゃった。そう。で、まあ、一週間に一回ヨガをするっていう人もいたし、まあ、それぞれね、いろんなスポーツでの形があると思うんだけど、私はね、今回のWBC、ワールドベースボールクラシックだからね、そう、WBC もそうだけど、まあ、大きな大会さ、どの大会に出ても、やっぱり世界中から日本人のサポーターってすごく注目を集めるじゃん。そう。まあ、ワールドカップのさ、ゴミ拾いからそうだし、このね、WBC もすごく、日本のさ、選手、海外の選手にリスペクトをして、いろんな感じで、サポートしてる、日本のファンの姿とか、本当注目を集めてる。まあね、そういうね、選手にしっかりリスペクトし、相手を傷つけることなく、みんなでスポーツを楽しもうという姿勢をしっかり持ち続けながら、みんなで楽しめる日本人ってやっぱすごいなって、本当いつも本当に思う。日本人でよかったなって本当思う。まあ、そんなわけでですね、皆さんも 近くにね、まあ、プロスポーツのを見る機会があったら、まあ、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今日は別にプロスを進めるような話ではないんですが、私もね、何度か日本代表の試合を、国立で見ました。で、何度か、地元アルビレックス新潟の、サッカーも見ました。もちろん、レベルの高い試合ってか、大会になれば、見た感じとか雰囲気も全然違うんだけど、何よりもね、観客として一緒に他のサポーターと一緒に盛り上がると本当に楽しいから。あんなにね、本気でね、あんなに日本代表と一緒に日本の国歌を歌うことがサッカーの試合以外でありますかっていうぐらい、そう、本当サポーター席っていうか、まあちょっとね、行きづらいんだけど、別に席が決まってるわけじゃないから、まあ空いてるところに行ってひょこっと入ればいいだけなのよ。日本代表の試合だって。そう。でもサポーターたちと一緒ね、わかんないね、声張り上げてるだけで、ほんとね、ものすごい楽しいよ。
それはね、バスケもバレーボールも野球もみんなそう。そう。だからね、やっぱね、スポーツって、やるのも楽しいけど、見るのも楽しい。どっちも楽しい。うん。だからぜひね、皆さん、そう、機会を作って、ぜひプロスポーツ観戦してみてください。そう、私はね、まあ、プロスポーツに限らず、プロスポーツ見るの大好きなんだけど、私はね、すぐ泣くの。ものすごい泣き虫で、まあ、今はね、テレビもないから、もうエンタメだっても、すごい話題になったやつで、まあ、映画になったドラマぐらいしか見たことないし、もうここ数年ね、見てないし、まあ、映画もね、16時間ダイエットじゃなくて何時か始めてから全然見なくなったし、エンタメって触れることがない、今ほとんどないんだけど、それでもね、スポーツの話題とかを、ネットでニュースで見ただけで、やっぱね、うるっとくるのよ、うるっと。そう。でね、プロスポーツなんか生で見てたりとか、まあ、ワールドカップとかね、中継を YouTube で見たりとかね、まあ、ダイジェストを見てるだけで、感情が高ぶってきて、もうね、もう、なんだろう、涙腺の太鼓がドンドンドンって叩かれてさ、最後はポロポロ涙が出てくるの。うん。まあね、まあ私はさ、コンビニで漫画本立ち読みしてても泣けちゃうタイプだし、まあ特にスポコン系の漫画は、まあ無理ね。そう。一冊読み上げるまでに、まあ、何回泣くんだろうみたいな。特に私が最近、やばいくらい泣けちゃうのは、サッカーの漫画ね、アストっていう漫画があるんだけど、まあ、アストのヒロインの花ちゃんって女の子がね、またね、けなげというか、まあ、いい子なのよ。アストもいいやつなんだけど、まあ、そのね、二人のね、進みどそうで進まない恋愛がね、またね、やきもきしてね、もう、花の気持ちとかね、アストの気持ちとか、で、向かい合ってるさ、まあ、サッカーの話なんだけど、サッカーの話とか、まあ、ほんと泣けるのよ。ものすごい泣けの。うん。そう、最新刊の最後はもう、今日、一週間くらい前に読んだんだけど、もうボロボロだったね。人から借りた漫画本だったんだけど、そう、びちょびちょしちゃって新しいの買って返してて。うん。それくらい、まあ、スポーツ見て泣けるのよ。だからね、ワールドカップもそうだったし、東京オリンピックもそうだったし、東京オリンピックの後に、映画館で公開された、東京オリンピックの、記録映画があったの、記録映画ね。前半、後半というか、まあ、ワン、ツーがあったんだけど、もうね、ワンもツーもね、評判は良くなかったの。ものすごく良くなかったの。うん。でも、そのね、ドキュメンタリー作家の映画監督が撮ってたのね。もうね、その人の気持ちというか、もう大会、ほんとさ、延期になって、ゼロからやり直して、また観客も入れなくて、もう何が何だかわかんないような中で、まあ、世界の人が来て、まあ、いろんな格闘があったさ、運営する方も、見る方も、選手も、まあ、そこをね、余すことなくね、ドキュメンタリー映画になってて、ほんとね、前半も後半も、すごいよく泣いた。しかも、見た映画館の中で観客は私一人だった。まあ、私はね、もう公開が終わる頃に入ったから、まあ、そんなこともよくあるんだけどさ、まあ、私、ワンを見て、まあ、ちょっとどうかななんて思ったら、まあ、ツーは見えないしようと思ったんだけど、もう、ワンからもうボロボロよ。ボロボロ。うん。ワンはね、どっちかというと、まあ、選手の格闘の話が多かった。うん。もう、子供を置いて、リスクを負って、ワールドカップに出てきたみたいなさ、話もいっぱいあったしさ、そう、選手が活躍する話じゃなくて、選手の格闘とかに触れたワンだったな。で、2は、そう、森会長のね、格闘から始まり、世間はやめれっていう、まあ、いろんな格闘の中で、なんとかやりきったんだっていうような内容だったな。もうね、確かにアマゾンプライムになると思うから、まあ、もしね、ドキュメンタリーとして、
ワールドカップじゃなくて、東京オリンピックを振り返りたいって人はぜひ見てほしいな。そう。私は多分もう見ない。だって、今ここで喋ってるだけで泣きそうなのにさ、もう一回見たらまた2時間、3時間、4時間ぐらいずっと号泣だよ。そんなわけでですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ、まだね、今何回、なんだ、な、えー、なんて言うんだろう。そう。あれ？今何回？そう。1、2、3、4、5、6、7。7回で今、7回の裏で1対3で日本が勝ってる状態。まあね、最初からさ、日本勝って当たり前ぐらいな雰囲気だったよ。最強とか。そう。まあね、日本のマスコミはいても最強って、まくし立てるかね、サッカーもそうだし。そう、でも勝っても、いやさ、日本はさ、もう、ベースボールじゃなくて、野球は野球なんだよね。もう、100年経って、やっと文化として根付いたんだと思うよ。だってさ、日本の高校野球って、すごい、海外の人も注目してるんだよ。そう、高校野球はさ、プロ野球とは違う、また、ドラマがあるじゃない。そう、私はさ、もう選手引退されて随分経つけど、松井選手と同い年なのよ。そう、松井選手がさ、高校生の時、星稜高校の時に、5打席だったかな、4打席だったかな、5打席だったと思うんだけど、連続敬遠されたことがあるの。要は、打たれるとまずいから、もう勝負しないっていう戦法ね。あれを見てね、知り合いのね、おばちゃんとかが、もう高校生であんなことするのはもう信じられないって言って、すごいバッシングしたんだけど、私は、あれを支持した、相手の監督さんの気持ちもよくわかる。そして、その指示を守り抜いた選手たちの気持ちもわかる。で、だからね、あれは本当、松井君にとってみれば、もしかしたら、まあちょっと、記憶に残る、敬遠だったかもしれないし、今でも話題になる敬遠だったけども、いやもう私はそこまで勝負にこだわって、やっぱ勝ちたいっていう気持ち、そしてもう一発勝負の高校野球の、まあ難しさっていうのはね、まあもう春高もそうだ、春高バレーもそうだければ、あと花園のね、ラキミーもそうだし、冬のね、高校、サッカーの冬の選手権もインターハイもそうだしさ、やっぱさ、高校生は高校生だけど、戦ってる以上さ、男の子たちのスポーツは戦ってる以上やっぱ勝ちたいわけよ。そう。まあ女子だってもちろんそうよね。そう。勝ち負けやるスポーツはやっぱ勝つのがやっぱり嬉しいわけよ。まあそんなわけで、そう、今日も、あと、ワールドベース、クラシック、あ、ワールド、ベースボールクラシックも、多分この調子だとあと1時間も経たないうちに、優勝か準優勝か決まることでしょう。また、いろんなね、いろんな名場面も生まれた、まあ、今回の、大会だと思うんだけど、まあ、まだね、全然興味がなくて、見てない方がいらっしゃったら、まあ、多分ね、今日勝っても負けてもいろんなメディアで、ダイジェストが広げられると思うのよ。ぜひね、見て、ちょっとでも、気持ちを、気持ちを自分のものにしてもらえたらいいなと思ってます。と言いつつ、このね、配信は、まあもう、明日の配信なんで、もう、これ聞いてる方は、そうね、あ、昨日の話ねっていうことね。まあそういうわけなので、ごめんなさい。もうリアルタイムで発信してるつもりで喋った。許してください。そんなわけでですね。まあ今日は何分くらい喋ったんだろう。なんかいっぱい喋った気がするね。そうでもないね。40分くらいだね。まあちょうどいい時間か。そんなわけで今日の、M キャスは、ワールドベースボールクラシックを見ながら、半べそを書いて発信したマコネでした。また明日、ぜひお聞きください。またね。バイバイ。マコネでした。じゃあねー。